皆さんこんにちは、なあちゃんです。今回はセクシーゾーンのメンバーあるあるで今回もセクラバの皆さんからインスタグラムで募集させてもらいました。ありがとうございます、ご協力。はい、それではスタート。バス停動画で真ん中に立った人は必ず何かが起こる、笑。これはですね、ファンクラブに入っている人向けのそれぞれのメンバーが誕生日だった時に何歳になりましたっていう報告動画みたいなのが上がるんですけど、それの時に必ず何かが起きるっていうのは、ね、不魔剣、ほぼ不魔剣なんですけど、アシュラ観音像みたいなこうやってから、その後に何かが起きるっていうか、まあちょっと彼ららしいっちゃ彼ららしいんですけど、不魔剣が暴走してそれを阻止した3人が頑張って止める、不魔剣が暴走してそれを見守る勝利君と被害を受ける総まりです。特に食に関することで、特にお肉が関わると誰かが食べれない時とか、そういう時とか大暴走して、もう下3人がもう冷たい目で見たりとかあと普通に MC とかでも不魔剣がもう大暴走して下ネタをボワーって言っちゃった時にまりちゃんが止めたりとか、いつもですね。これはかなり前から、ひどくなったのはデビューして3年ぐらいの時ですかね。くちゃんぐらいから多分そうなったんだと思いますね。ちょっと熱いな。ふうまくん歌ってる時にふにゃってにやけ顔しながら流し目にする、わら。かわいくんがよくやってるモノマネで波をつかまえてみたいな、こういう感じ。なんかもうカメラを見るのが恥ずかしいらしいんですよ、彼は。なんか見て、まあ、ちょっとにやけてこうにやってやってからこうやってよくやりますね、彼。ふうまくん難しい言葉使いがち。私だけかもしれないですけど、語彙力がないっていうことで、私がふうまくんが使ってた言葉が分からなくて、調べて新しい日本語をインプットするっていう、すごいですよね、あの人。本当に尊敬でしかない。勝利君はテレビでメンバーと一緒だとテンションが上がる。これを本当に分かりやすくて、この人、まあ、特にケンティが来た時は結構テンション高い。いつもこの前の VS 魂とかセクシー対決の時とかめっちゃテンション高くて、それぐらいのテンションで普通もやれって感じですけど、もともとねすごいテンション高い人じゃないから、どうなのかなって感じですけど。フォーメーションダンスの時そうちゃん大移動しがちこれはなんか、なんかやっぱりそうちゃんって後ろなんですよ、あれ。フォーメーション一番動くなって思ったのはカラフライズの時で、 Show me your love、 Show me your love の時に上手の端から下手の端まで移動するんですよ、こうやって やりながら Show me your love、 Show me your love の時に、そうちゃんだけめっちゃダッシュっていうまあそうちゃんがだからこそできるのかなとか思いながらいつも見てるんですけど、確かにめっちゃ移動するよね、そうちゃんケンティ声を枯れてる時はドラマか映画の撮影のせい、わらケンティってよく声枯れるんですよ、あの人。よくなんか喉が弱いのかわかんないですけど、叫ぶシーンの撮影後とかいつも枯れてるっていうイメージ、私の。最近は誰もがボケでありツッコミである前は6、7年前セクちゃんやってた時はツッコミは勝利くんの、たまけんはもうふざけまくるし、そうまりはよくわからん天然、まりちゃんに関してはもう日本語がまだあやふや、ちょっとあやふやだったと。まだツッコむ人がね勝利くんしかいないっていう。最近は本当に勝利くんまでボケ出したんで、ちょっと頑張って。まりちゃんが言うとみんながえってなる、ふざけてこれは多分まりちゃんが発言するとえとかそういうことを言うんだと思うんですけど、まりちゃんはまだなんかたまに何を言うとるかわからん時あるんでお前何言ってんのみたいな感じのことを言うってことですよね。はい、こんな感じであるあるやってきたんですけど、まだまだあるあるいっぱいあると思うので、もし好評だったら第2弾やろうかなって思います。以上、なあちゃんでした。バイバーイ。